警察によりますと、きのう午後4時20分ごろ、宜野湾市野岳の市道を、市役所方面から普天間方面に向けて直進してきた軽乗用車が、十字路の横断歩道を渡っていた8歳の男の子に接触しました。男の子はその場に転倒し、運転手は車を降りて、男の子に大丈夫などと声をかけましたが、大事に至っていないと判断すると、救護や通報をせず、そのまま走り去りました。 男の子は事故からおよそ1時間後に帰宅して母親に戦いきさつを話し、頭や足を打撲するなどの軽傷を負っていたことが分かったということです。男の子の話によると運転手は女で、軽乗用車は赤色だったと話しているということで、警察はひき逃げ事件として車の行方を追っています。